ち、稲妻に来てもうだいぶ時間が経った。今まで本当にいろんなことがあったよな。それにオイラたちの旅で次はどんな。お、楓原和葉という者にお前と同じように片手剣を扱う。お前には関係ない。まあいい。なんだあいつ、変な刀を振り回すしわけわからない。あんな奴に和葉の情報を渡すもんか。おい、何言ってんだい。でも万が一に備えて。ん、なんだ因縁。あいつが和葉と知り。確かにそうかもしれ。とりあえず和葉が危。最近南十字船隊が離島で貨物を補充し。なんだ、お前たちもカズハを探しに来たのか。今回俺たちが小舟でここに来たのは、物資、以前のナズチの浜の戦い、船体の中でのカズハは、これといって。え、カズハ。少しは聞いてるぜ。例えば、ライデン将軍の無双の人たちを受け、それってすごいのか。それなら、あいつはさっき、天領奉行の最初はあいつ。少し前だったらまず考えられない。ありがとな。じゃあおい。お、おや、お主であったか。やあ君たちか。ちょうど先ほどメガリレーの廃止について話し、今回楓原殿に来ていただいたのは、ま、これだけ情勢が明るくなったのも、過去に積み重ねてきた矛盾や対立を正すために。将軍様も三奉行の間では楓原家に関することは君も少しは知っているだろう。簡単に説明すると、しかしある時
でも後にそしてでも東高一族が、いや、こちらこそ将軍様と幕府からのご好意を受け、しかした、それは考えすぎだ。名誉が元通りになれば将軍様の庇護と幕府の指示のもと、拙者は長きにわたって、しかし拙者の先祖と、その感じだと、ただこれに同意してくれれば近頃町で噂と中傷、ここに一部の人にとって無双の人たちは無敵、あの時か、え、でも、ああ、このような噂は他にも多々ある。だがもし幕府が拙者を支持してくれるのなら、だから、うむ、この件に関する話し合いはひとまず置いておこう。それで二人なあ、大事なことを、そのような危険人物が拙者を探していると、いや、い、拙者の武器は、それがやがて一、これは実用的だったら気をつ、ふむ、だったらすぐに人を手配して、よろしく頼む。拙者もこの件には興味がある。それに先、拙者はまず、わかった、くれぐれも安全には気をつけてくれ。では参ろう。その襲撃者を探してござるよ。城内の情報なら探偵所が何か知ってるはずだよな。リュウジに聞いてみようぜ。最近この辺りでこいつを探してるやつは、おお、この方が楓原さん、そうかしこまらずともよい、と言いますと、あなたに、楓原さんは今や稲妻で飛ぶと、正直ここ最近中には何な、何百、拙者のことを考えてくれた、当然のことです、すみません。ですが、では拙者とは関係ない、実を言うと天領、確かに、もしも本当に、確かに、じゃあどうするんだよ。しかしお主らを、無論それが初めての犯行であった可能性もあるが、もしも対象がお主ほどの実力を持たぬものであれば、お主の実力は知って、もし拙者のせいで、それに被害者にと、心配するな、さすがは楓原さん、過分なおことな、そう、念のため、うむ、近頃そのうちの一人が、な、アメノマ、ええ、彼はアメノマ鍛冶屋の店主、アメ、二人の大人が同時に死す、この件を思い出したの、ふむ、承知した。しかし可能性は、そうだな、うむ、かたじけない龍二殿、はい、楓原和葉じゃないか、え、知り合い、うむ、楓原と雨の間は両家とも、かつて雷電五家伝を代表、稲妻に戻ってきた後、雨の間東郷、ふむ、では簡単に拙者が説明しよう。雷電五家伝とは、かつて稲妻に、その技術は将軍様より、ただ残念な、そうだ、はあ、なんとも残念なことじゃ。例えば雨の魔流の派手な秘技など、そしてかえ、いかにもそのようにして、ああ、
お前は間違いなく最も適した使い手じゃろう。そんなことはごすくむ。拙者たちが今を。ああ、あいつは失踪だがこう。聞いた話によって。ああ、その後あいつは長門のところへと何かを取りに行った。だが、おかしいと思うじゃろ。ふむ。多分あいつは刀を振り。実は今ある手が。何？あいつは剣。ふむ。ああ、ただとにかくご安心を。尽力いたして。どうやら雨の間雄也はオイラたちを襲ったやつじゃなさそうだな。うむ。話を聞いたところ二人これから。申し訳ございません。今はまだ夫もどこか行ってしまい、今ど誤解でござる。拙者たちは調査のために参った次第。そうだったのですか。お恥ずかしいところを。すまぬが消息はつかめておらぬ。ぶしつけなこと。普通のし。ええ、いつも嬉しそう。席を入れたば。何があった。夫はだんだんと特に刀に夢中になってからは出費がとどまることを知らず、売ることもせず夫の趣味を。ですのであの日。うわ。それでいえ夫は普段私といたし、ただ私がその時の声がとても弱々しく本当にかわいそうで、私も許してしまいそうになったのですが、私がここで私が甘やか。ただかその後。なるほど。雄也殿は長。最初は夫は口数の少ない人です。普段買い物をする時だって。もしか。それはわかりません。もしかしたら確かに私も夫が改心。慌てることはない。収蔵品が。しかしもう一。ふむ。作装ど。場所を変えて整理してみよう。ご安心くだされ。はい。今ある情報では曖昧な推理しかできぬな。そして長門家のこの件について。いや、オイラはまだ頭を休ませておきたいから、ここはお前に任せるぜ。面白い推理で。雄也殿は刀盗まれた目。火事で真相が。しかしそれに火事の後に行く。考えれば考えるほど妙で。うむ。それに雄也殿同じところに。ふむ。せっかくここまで。もし解決できれば雨の間東郷殿も。じゃあ次。まずはもう。待った。風の中から。あ、またお前にしか聞こえない。よくわかんないけど前に神の。うむ。だが今回でも四国。すでに遠くへ去ったようでござる。ふむ。これはしかし警戒を怠らず。地下倉庫だったのか。
下の方から聞こえる。たたり神の近く、この濃さから見て、たたり、確か、長と、おそらく、その時の拙者が思うに、ただ多くの場、長戸殿にはもともと、収蔵の趣味があった。じゃあ、これから、お主らは下がっているでござる。拙者、この扉を開けなければ、何？これは、一体、埋もれていて、何も見えぬ。火事によって倒壊し、地下倉庫全体が埋まってしまったのでござろう。おいら、こうなっては、もし二人の一般人がたたり神の力と関わっていたら、おそらく無事では済まぬ。うむ、舞を注意深く感じ、この場所から大元のたたり神の力は引き続き遠くへと流れ、可能性は高い。何かに引き寄せられている。調べてみるでござる。風と共に去れ。一緒に遊ぼうよ。はっはっはあ。ふっ。これは。ボロボロの服の上にかかる。とにかく、ふむ、この手紙によると、雄也殿は長戸殿、雄也殿は倉庫に火を放ち、長戸殿を切って傷を負わす。でも彼は致命傷、周囲の痕跡も全てヒルチャールに荒らされ、これ、うむ、もしも雄也殿が、そうだな、早く行こう。大方、武を習う者、ちぐはぐになって、拙者に、もうわかっ、うむ、引き続き、岩山八九。どうやら彼ここに、わからぬ、隠れておらず。ようやく現れたか、楓原和葉。やっぱりこの前の、お前何考えて。もしも雨の間雄也で、だが、もし拙者たちが前にしている相手の正体が、雨の間雄也ではなく、あの刀、え、嘘だ。たたり神の力はほとんど、奴は長戸殿の倉庫に長くいたことで、彼に影響を与え、いや、雄也殿の体、はさ、はるか昔、楓原家の間、雷電五家伝、はあ、あいつは名をはず、事実。奴は確かにやり遂げた。俺に最強の力をもたらした傲慢なる雷電将軍は、比類なき神刀、刀に石が、当時の人たちは、俺を鍛造し、俺が求めるのはただ一つ。雷電将軍の刀と対峙し、俺の力。つまり、
ゆうや、お主に制御された。どうなった、そんな疲れて。ひどすぎ。稲妻に戻り、この旅はつい楓原和葉。さあ、いざ参る。ほれ、そこだ。これで聖歴史を塗り替え。天理チョーク。風の行く先を。はっ、よっ。まだ剣よ、影に従え。はっ、風だ。ここだよ。よっ、風よ。ほれ、よっ、そこだ。はっ、剣女盤石。しっ、はっ、はっ。お道は散らまく惜しむ前よ。はっ、瞬く間に。ほれ、そこだ。風よ。と邪魔。もう負けてるのに。負けだと、お前らがここで俺。こいつは甲斐の利く操り人形。無駄だ。それにどんな形で。お主の使う技だが、お主の立ち。以前も申したが、もしも今、おそらくその。お前がいなきゃ奴は死ぬ前に。そんな俺が。それは拙者はずっとお主の内心さ。長き歳月を経っ、そして今回。だったら答えは、お主はとっくに自身の限界だが、拙者から見、お前に何がわかる。俺はそのも、お主が稲妻にも、たとえお主が天候を切り裂こうと、それお前、お主が真剣一、黙れ。俺は必ず俺の苦境を見、現実を直視すべき。簡単に俺を邪魔するものは必要ない。ためらいも自制も、はあ、このまま争っていても、らまだ分かってくれぬか、今のお主が。おい、まさか。いいだろう、それを語った。だがもしお主が負けたら。いいだろう。そんなのダメだ、カズハ。これはユウヤ殿、妖刀の力は、たたり神の力は。でももし本当に罪のない被害者を救えるのなら、せし。俺はそこまで卑劣ではない。受け取る。少しめまいが、まだ想定の範疇でござる。うむ、これからど敵を探そう。この刀は様々な先進盤を一心状態に、こやつが現実を認め。そういえば、も前に高津田酒が使ってた秘密。うむ、よから。ゆうやはどうするんだ。刀が言うには、ゆうや殿には本当に大う道中は拙者に任せるでござる。やっはっ、そこだ。ふっ、そこだ。ふっ、はっ、た、や、風の赴くままに。ほれ、ふっ、よっ、ふっ、それ、ほれ、た。やはり命を捨てに来たか。借りなく時。はっ！
これ。これでどうだ。風を知れ。はっ。いや、風の向き、雲に行くごと。そこだ。体の様子はどこ。問題ないでござるよ。こやつはまだ歯を食いしばり強。ふむ。まだ何か気に。不思議なことに、こや引き続き。いざ命を捨てに来た。よっ、そこだ。はっ、そこだ。これ、心配無用。風を知れ。ふっ、はっ、はっ、そこだ。やっ、機体を奪ってやる。うわっ、機体を奪ってやる。それ、よっ、はっ、刀の錆び取れ。そこだ。やった。ふっ、え、これ今回は大物が釣れたよ。もみちばを散らまく惜しみ、風の赴くままに。はっ、はっ、ここまで。はぁ、うわ、刀の様子が変だぞ。こやつの力が衰えていくのか。もう長くは持たぬであろう。そうな。うむ、じゅ、まだ。行こう。ふっと。はっ。や。ふっ。よっ。はっ。ふっ。そこだ。なんの。いざ。ブルクは雲。はっ。これ。そこだ。雲が借りなく時。ふっ。ふっ。どこが消すの。大丈夫か。また弱くな。おそらくこれで本当の姿。本当にさっきの刀と。お主の状態ではたとえ北へ、もう言うまでもないが、お主のね、賭けをするときにお主は拙者とと。ただ残念ながらお主を理解で。え、いたぞ奴らだ。やっちまえ。うわ、まだいたのか。そうだな、構わぬ。それに風の赴くままに。そこだ。どうだ。や、ふっ、行こう。風の行く先を。ここれ、やはりダメだ。もみちは散らまく惜しみ、風の赴くままに。楓原家の末裔。旅の途中、俺はあの。しかし、はあ、長い歳月が経ったこと。さすがは。実は鍛造や手入れも刀に。この刀は武技と刀。お主に伝えなければならぬ。それは古戦いの最中、俺も気づい。拙者は夕宿。お主について旅立ちの時点、このことこそ俺の命、奴の願いだから。俺はあいつに。どうやらすっ。カズハ、どこに行くんだ。あやつにはもう害をなす。拙者が初めて。そこには鍛え上げられたばかりの方。それって。うむ、彼は恨みをファデュイに騙さ。彼はただ。そうだったのけど、その。うむ、あの刀は。うん、そう、
時間はあやつも落ち着いて。思い返してみると、俺は言ったが嫌味と地、俺は奴の根、やっと約束通り、しかしだから、おい、ちょ、俺の闘神と、なんだか、どうするんだカズハ、言ってみるで、ああ、だが、だから今まで俺の戦いにお前は素晴らしい、相手は雨の間遊戯を、こいつもきっと承知した。なるほど。もちろん彼のや、もし僕も安心しろ。ありがとう。うむ、ここだと浪人が襲ってくるやもしれぬ。それに、南十字舞踏会の時みたいだな。ああ、まあ、あい、準備はできたか？準備はよ、うむ。一神殿後継者、雨の間流後継者、いざ、尋常、いざ。風を知れ、そこだ。風の赴くままに、よっ、はっ、と、せい、ふっ、はっ、ほれ、そこだ、はっ、し、いざ、風の行く先を、と、はっ、風の歌、雲の行くごと、風を知れ、や、はっ、風の行く先を、はっ、行こう、や、そこだ、ほれ、はっ、はっ、そこだ、ふっ、や、風の赴くままに、そこだ、雲なく、借りなく時、学ばせてもらった。その刀は傷だらけだというの、害意はもう感じられ、実に素晴らしい戦い。後のことはこれまでの件について、僕に許しを請う、もう何もかも、ああ、許して、俺は道を踏み外してしまった、どうか、ああ、感謝する。もう一つ願いがあると、共に来てはくれぬか。そこで何をするつ、それは拙者にも、すみません、ご心配。一神殿の残、はあ、じゃが、本当か、ああ、重傷も、ゆうやも帰ってきたし、お主の考えて、どうしたんだカズハ。うむ、こやつは少しの間、うえ、そ、こやつが言うには、拙者は、そんな、かたじけない、準備はできた。さあ、
俺の力はもう残りわずかだ。奴を失った俺は朽ちる運命にある。だが俺が未来を手放し今に全てを吸収すればこの身を打ち直せる。全て、まさか。俺という全ての意志を代償にだ。お前の言う通りだ。俺にはもう何もできない。だが一神殿にはまだ可能性がある。復元された俺なら最高の研究材料になるはずだ。伝承が途絶えなければ栄光は戻ってくる。たとえ雷電将軍に力を証明するのが俺でなくとも、それが一神殿に由来し楓原家の手によるものであれば、奴の願いも叶うだろう。感謝する、楓原家の末裔よ。時が経ち、今やマナを知る者はいない。その名に触れるのが恥と知りながら一度も忘れはしなかった。顔つるべ一心、この名はお前に預けよう。うん、安らかに眠るがよい。順序ってこういう意味だ。投稿の願いをかな、カゴツルベ医師。どうやらあやつも医師が消え去るさ。本当に強き願いはあやつを拙者としては罪重々症。あやつが転校、そしてこれほどたくさん、カズハ、これからもお主らを支えてい、そういえば、うむ、こ、それにちょうど、君たち、天領奉行衆は。おお。では、この事件について多く語る必要はないでござるな。ならば、この間。これは。カゴツルベ一心。すでに失う、こたびの偶然ゆえに。そうか。楓原家はそれだけではない。いや、誤解だ。わかっているで。そうか。でも、もし考えが変わったり、幕府の。ああ。ふむ。とりあえず次の目的地については風向きに任せるでござる。